はい、どうも皆さん、こんにちは。トラック野郎 USA です。お疲れです。はい、ということで本日は、ユタでピックアップしまして、アイオワという仕事を行っておりまして、1日目、あと1時間弱で今日の仕事が終わるところまで来ております。もうちょっとです。はい、来たーって感じ。来たー。いや、今日は出たのが何時ぐらいだったかな、11時ぐらい、ユタ時間11時ぐらいに出て、夜ので、走ってきて、何時ぐらいかな、1時2時3時か、3時か4時ぐらいに仮眠して、で2時間、もうね、魂抜けました。なんかちょっと友達と電話してたんですけど、なんかね、精魂尽き果てたなんかもうダメだみたいな、なんかもう何を話してるか分かんない感じだから、あ、ごめんごめん、ちょっと寝るわみたいな寝るわちょうどレストエリア出てきたんで、ちょっと寝るからっつって、で寝て2時間で起きたら元気になりました。仮眠は大事で、それからしばらくまた走ってきて、今もうお昼ですね、正午、午後1時ちょっと前ぐらいにはトラックストップ着くかなと思ってます。で、今日は土曜日ね。で、明日にはもうお届けできそうですね、なんとか日曜日で、日曜日お届けしたら、日曜の夜出て月曜の早朝にまた戻ろうかなと、プライムに戻ろうとしてます。休みますみたいな、ちょっとネットワーク機器に障害が出て、パーツが届いてるんで変えますみたいな、それ系しようかなと、この2週間真面目に働いたんでね、かなと思ってます。まあ、最後まで気を抜かずにね、気を抜かずに頑張っていこうとただいま考えております。ヒューそういえば昨日荷物ピックアップできたんですよ。なんかビデオ多分それはもうアップ済みだと思うんですけど、準備が夕方ぐらいになったんですけど、結局ね3時半かそのぐらいでできて、伝票取りに行って、で夜出ようと思ってたんですよ。夜出ようっていうのは、そのちょっと待ってくださいね、なんか止まってるんで車線変更します。何かが止まってるぞみたいな。おじさんのテクニック、真ん中を走るってテクニック。あ、なんか故障だな、開けてた。ふう。で、燃費をもらいに行って、で燃費をもらってから、まあ夜まで休憩して、で夜出ようと思って準備してたんですよ。そしたらなんかね、ウォッシュティケットないよとか言われて今ウォッシュティケットっていうのは、おじさんタンカーだから、その洗った証明書、荷物を入れる前にどこどこの業者さんがどういう洗い方で洗いましたみたいな、タンクナンバーとか入ってて綺麗にしましたよっていう証明書が必要なんですよ。それがそのお届け、先が、それがないと、そのなんか汚いまま入れられたりしたら困るじゃないですか。だからちゃんと洗ったよっていう証明書が必要なんですよ。でそれがなくて、なんかこのドロップアンドフックなんですよ。要は他の運転手さんがそこに殻をドロップして、で充填したのを持っていくって感じで、だいたいプライムのトレーラーは1台だいたいそこに置かれてるんですけど、だから今回は僕が殻の持ってって、それをドロップで押収ティケット渡したんで、今度また卵が十分できたらそこに入れて、次の運転さんがまた空のタンクを持ってきて、今回僕が下ろしたタンクを持っていくって、そんな流れなんですよ。で、だからその今回僕が今引っ張ってるトレーラーは、その僕の前の運転手さんが空で持ってきたやつなんですよね。で、そこの発送熱さん曰く、よー、なかったよって言われちゃって、ティケットなかったから運転手さん置いていかなきゃなんないのにね、なかったわよとかって言われちゃって参ったなみたいな。
で、もう僕もこのタンカーの仕事してるからよくわかるんですけど、ウォッシュティケットないと受け取ってもらえないことがあるんですよ。まあ、受け取ってくれないところが多い、あるいは後で問題になるみたいな。で、今回行くところはもう絶対必要なんですよ。それ知ってた。だから、困ったなと思って。まあ、一応会社に確認して、そのタンクを持ってきた運転手さんに確認するか、あるいはその書類っていうか記録残ってるんで、タンク押収に連絡してもらって、コピー、洗ったコピーをどうにか入手してもらおうと思ってやり取りしてたんですけど、なんか昨日金曜日だったんで、なんか下手したら、なんかね、その持ってきた運転手さんに連絡つかないとか、炭鉱所がもう夕方で閉まるとか、金曜だから、だったら下手したら月曜まで動けないっていう可能性があったんですよ。なんかマジみたいな マジっすかみたいな状況。まあ、からあのウォッシュティケットないまま行ってっていう方法もあるけどね。まあそうなったかもしれないけど、もしかしたら、まあ、とりあえず向かってくださいみたいな。で、月曜日お届け前に準備しましょうみたいな。あるいはうまくやり取りしてくれて、まあ、ドロップしてくださいって、後でファックスで送りますからってやってくれたかもしれないし、わかんないけどね。まあ、ともかくでも、ちょっと面倒っちいことになってたんですよ。で、どうしようかなと思って。で、まあ、発送主さんに一応相談して、なんか一応そういうことで会社に連絡取ってるけど、押収ティケットないと受け取ってもらえないから、そのもし可能だったら、僕が今回持ってきたトレーラーにもう一回入れてもらえないかなみたいな。そしたらティケットもあるし、で、先に入れてもらった方はまた次の運転手さんが来て持っていけばいいから、そういうのできないですかねって頼んだんですよ。したらね、もうないって、卵もうないって言われて もう20トン生卵ないっすみたいな、溶き卵ないっすかって言われて そっかーみたいな。やっぱそんな超巨大工場じゃないんで、タンカーに満タンにすると、もう工場側のタンク空みたいな。多分どうやって生成してるのかよくわかんないですけどね。鶏さんの卵をなんか流して、なんか割り機とかあるんですかね。割り機みたいなので割って、中身出して、まあ、殻は避けてると思うんですよ、多分ね。殻は避けて中身だけ出して、で、中に、で、生卵のままだともちろん腐っちゃうから、多分なんか入れて混ぜ込んでるはずなんですよ。なんかそういう保存剤みたいなとか、何かわかんないけどね。もうその純な生卵じゃなくて溶き卵なんだけど、それに何かいろいろ入れて、ペットがヤミーと思えるものいろいろ入れて、そういう製品になってるんですよ。溶き卵ではあるけど、溶き卵にもすでにいろいろ混ざり物が入ってる状況だから、腐んないっていう、すぐにはいう状況なんですよね。だからそれを作ってタンクに入れて、そのタンクからプライムのタンカーに移してもらうんですけどね。で、小さい工場とかだと、そのもうないと、1回入れちゃうと、また次それが卵を割って、それを作るまでまたややしばらく時間かかるんですよ。だからないって言われちゃって、うーみたいな。で、どうしようかなと思って。で、やってたら、待つかと思って待ってたらメッセージ来て、なんか、すごい素早くメッセージ来て、なんか、そのトレーラーを持ってた運転手さんと確認取ったんだけど、その、募集ティケットに関しては、ポストに入れたから、ポストに入れましたってメッセージ来たんですよ。だから、その、発送主さんにもう一回言って、ポストの中に入れたってことだから、ちょっとポストの中もう一回確認してもらえませんかねみたいな。そしたら、あった。なんか、ちっちゃいティケットだったから、なんか、ポストの下にあって、発送主さんも気づいてなかったみたいな、入れられてんの。だから、ないと思ったみたいだけど、ちゃんとあって、出てきました。よかったと思って、なんか問題なく、必要書類も全部準備できて、で、昨日の夜出発と、しております。はい。そんな感じね。そんな感じ、それが仕事の流れとなっております。よかったー、みたいな。あってよかったー、みたいなね。
話は全然変わりますけど、今ここ走ってるとこ、この今年の1月にすごい猛吹雪の時走った同じルートなんですよ。でおじさん今これ走りながら見てるのは道のスクリーン見てます。要は全然話変わってますすいません、タンクの話と全然変わってるんですけど、何気なく運転してきてこうちゃんと考えてるって話、何を考えてるかというと道の作り見てんすよ。で真っ白になって道がなくなった時にトラックを追い越していく時におじさんとかその除雪してない上走っていくんで、道の作り見てどこまで行ったら落ちるかなっていうのをちょっと頭にインプットしてんすよ。でこれ見るとやっぱ左側行き過ぎてやばいですよね、これね。か結構角度ついてるから、路肩のちょっと向こうまではみ出しても大丈夫だけど、ある程度行っちゃうとかなり傾く。だから、入りすぎたら戻れなくなる可能性あり。それ注意だなと、ちょっと今見て考えております。あと、この、これね、こことかね、警察が U ターンする場所とか。うん、でもまあそんなひどくはないですね、うん、そんなひどくはないけど、たまに場所によってはかなりガタンってなんていうのくぼんでるところがあって、そことかだとやばい多分。でもここならまあそんなんでもないですね多分ね、うん、ただそんなんでもないけど一応どんな感じかなみたいなね見て考えてます。次の冬の時のためにね研究してます。仮眠は取ったけど結局起きてからもう24時間以上経ってるんで結構疲労してます。いつだろうな最後に寝たの、結構前、もう24時間以上前ですね本当に寝たのは。要はその発送金曜日、昨日は朝起きて、そうそう朝起きたんですよ、昨日の朝起きて、で寝ようと思ったけど寝れなかったから夜まで、結局寝れなかったんですよずっと、うん、寝ないまま仕事入ってるんで、多分もう27、8時間、30時間以上起きてると思う多分、うん、でそのうち仮眠2時間です。なのでちょっと疲労してます。ただその前結構ずっと休んでたんで、それがあるからそんな辛くはないですねそんなにね。まあこんなもんでしょうって感じ、こんなもんでしょうみたいな。しかもこの仕事も結構売りちゃいいんで、無事にお届けするよう今頑張っております。うん、お届けするぞみたいなと考えております。お、なんか青いトラック来た、なんか綺麗な青色見てみましょう。水色というかなんかメタリックブルーみたいな感じ、あ違った、メタリック、あメタリック、そうメタリックブルーだけどなんか落ち着いた色、いい色してますいい色話全然また変わるんですけど、3つ目の話題、なんかちょっと最近車のクラッシュ衝突のなんかニュースとか日本のちょっと見てて、あとはその他なんか夏じゃないですか、だからなんか交通取り締まりみたいなとかちょっと見てたんですよ久々に。したら、友達ともちょっと話したんだけど変わってないなと思ってね、やっぱ変われないんだろうなと思ってね、いくらおまわりさん警察がなんかクラッシュとか起きるとその近辺で重点的に取り締まりやってますとかってよくやってんだけど、まあ、無意味とは言わないけど別に効果ないよねってはっきり言って、その事故と無関係でしょ。ねえ、なんかやっぱ取ってつけたようにやっとかないと、なんか国民の皆さんに言われるとか、警察は何もしないから良くないって言われるからやってるのか、ちょっと理由は分かんないですけど、そのクラッシュ起きたからやっても意味がないっていうか、そねえと僕は思うんすよ。で、まあ、ちょっといろいろ思ったことがあるので、ちょっと
記録に残しておこうと思ったんですけど、まあ、その意味がないっていうのはその全くないっていうわけじゃなくて、そのまあ取ってつけたようなやり方だから、そのまあ警察が出てて見張ってますよってやったら、その変な運転する人が変な運転しなくなるから効果がないってわけじゃないけど、そのクラッシュとは無関係みたいなかなと思うんですよね。あで、まあ、そういう、ね、人命を救うとかそういう目的で、ね、交通クラッシュを減らす目的としては、やっぱりそうやっておまわりさんが変な人が変なことしないように、ね、そのぐっと取り締まりというか目を光らせて、変なことしないようにするっていうのは、それはもちろんいいことなんですけど、それとあとは、まあ、あとは道路の構造ね、道路の構造を良くするっていう、そのよくあるじゃないですか、なんかカーブが多いとクラッシュが起きるからまっすぐにしましたとかいろいろあると思うんですけど、それもまあ正しい流れだと思うんですよ、やり方としてはね。一つだけど、僕ちょっと友達とも話して思ったんだけど、一番大切な根本的問題が討論されてないなってやっぱ思ったんですよ。それはドライバーエデュケーション、そのもちろん警察が取り締まってどうのとか、なるべくクラッシュが起きづらい形状の道にするとか、それはもちろんいい、両方ともいいことなんだけど、でもやっぱり一番大事なのはやっぱドライバー、運転してる人だと僕は思うんすよ。だけどニュースとか見てもそれに関しては何も語られてない。なんでかなと思ってね。だから例えば車の免許なんかは、その友達も僕と同じ世代だから話したんですけど、なんか僕たちの時代って車の免許取るって言ったら自動車学校の先生とかって言ったら結構怖くて怖くてなんかちょっとパンチパワーとかかけててみたいな、なんか白手袋入ってなんかおいみたいな、おいお前みたいなそういう感じ、なんかあよろしくお願いしますみたいな、なんかそういう体育会系みたいなノリだったんですよ。でなんかちょっと失敗するとダメだよみたい な、 なんか怒られるみたいなあ、なんかもう一応そのフォープロフィットって言って民間の公認校だったから、自動車に関しては公認校で僕も取ったんですけど、だから一応その公的機関ではない、一応その儲けを主体とする機関ではあるんだけど、別になんかそんな生徒のことを客みたいな感じでは捉えてない、生徒は生徒みたいな、やっぱ車という危険なね、その操作を間違ったら一大事なことが起こる機械を操作するからしっかり勉強してくださいよって、そういう姿勢で厳しくて怒られてみたいな感じだったんだけど、友達もちょっと言ってたのは、最近の自動車学校ってなんか生徒を客扱いするみたいな、でなんか最近インターネットとかあるから、なんかそういうふてぶてしい先生とかがいるとなんか書かれるみたいな、レビューにあそこの自動車学校は教え方が下手だみたいなとか、なんか分かってないとか、なんか評価星1個みたいなされるから自動車学校経営あるじゃないですか、でやっぱりライバル社もあるだろうから、なんか優しい先生、教え方の上手い先生みたいなっていうのに力入れてるんじゃないのみたいな話になって、そうだよねみたいな話になったんですよ。で、まあ、別にそれは悪いことじゃないと思うんですよ。ちゃんとそのなんていうの、その分かりやすく教えてあげるっていう、怒らずに君ねみたいな、何回言ったら分かるのみたいなそんな勢いで、それで友達でって話してたら、やっぱりその時代は良かったよねって、それが結論、我々世代のやっぱり自動車のあれ教えんで、そうやって教えなきゃダメだよねみたいな、昭和の人間なんで我々。で、そう、あともう一つ言ってたのが、その教え方、まあそれはまあちょっと置いといて、その日本の自動車学校ってその本当型中心だから、その例えば S 字クランクとか行く時も、そのなんていうの、ミラーなんていうんだろう、あの S 字クランクに立ってる棒みたいの見て、棒が3本通り越えたところでハンドルをフルに切ってどうのこうの、そういう教え方するじゃない、知ってたんですよ、僕の時もそうだけど。でその教え方ってなんつうの、意味ないよねみたいな、実
実社会に出て、まあ基本ってことで教えてはいるんだろうけど、そのそれそのカリキュラムって言うんですか、をやっぱり現実に即したものに変えてた方がいいんじゃないみたいな話友達してて、本当そう思ったんですよ。最近のその日本のクラッシュとか見てると、なんか最近すごいらしいですね。なんか携帯やりながらならまだわかるけど、なんかもうゲームやりながら走ってる人がいるとかみたいな、あー考えられないですよね。だから僕なんかその友達にも言ったのは、例えば誰もいない道路、例えば今僕が走っているようなとこで、まあ前にも後ろにも誰もいなくて、そこで携帯電話でゲームやってて、それで自分でこう右側に落ちて、それで自分で怪我するならいいんすよ。でそれはブック構わないです、はっきり言って。その人がどうしようが本人の問題だから。だけどそういう人に限って、なんか周りに車がいるのにやってて、なんか前で車止まってんのに気づかず突っ込んだとか、もう根本的に何かおかしいっていう、そういう話まあね、まあニュースとかで見る画像だから、その人そういうことする人がそんなにいることはないとはもちろん思うけど、多分そのまあ確率の問題だから、テレビとかでクラッシュわこんなことひどいことありましたって見ると、なんかすごい起きてるように感じるけど、実際にはそのすごいちゃんとした運転手さんとかもすごいたくさんいるから、その本当に 0.01% とかすごいちょびっとの人だと思うんですけど、そういう変なことしてる人は。でも 0.01 ってそこまで少なくないかな、もうちょっといるかなわかんないけどね。だけど、まあ、そういう人がいるのは事実って話で、まあ、最近のそういう携帯の操作でなんか携帯見ながらやってて根本的に勘違いしてる人がいたりとか、あとはその最近交通衝突で怪我人とかを減らすために自動車会社が一生懸命取り組んで、なんか車にセンサーつけてピッピッピッみたいなとかつけてやってて、もちろんそれもいいんだけど、なんか友達とも話したのが、それっていうのは本当に何、まともに運転してた人が 万が一万に一つの何か不注意の時に防いでくれるためのものだけど、なんかまあ、もちろん若い人だけ責めるわけにはいかないし、ね、年取ってる人もやそういう悪変な運転する人はいるんだけど、でも概して若い人とかは知らないから昔のことで、だからなんかそういうのがついてれば勝手にブレーキとかかかったりするから、なんかもう前あんまり一生懸命見る必要性ないみたいな、で車間距離も取んなくてもなんか自動でかかってくれるとかっていうのを頼っていくと、どんどん人間ダメになるよねみたいな話してたんですよ。ダメ人間だらけになるよねみたいな。そうだから、その根本的にそのドライバーエデュケーション、その自動車学校で運転の仕方、運転免許の取り方を変えるとか、あと僕よく言ってますけど、やっぱその精神の鍛錬、その車の運転技術は大切だけど、だいたいちょっと慣れると、そうやってなんかちょっとでも遅い車がいたら抜かさなきゃ嫌だとか、なんかイライラするとか、なんかやっぱそういう、結局それがクラッシュの元じゃないですか、ほとんど。そうなんか無理に抜かして突っ込んだとか、でそれも全部精神的な問題じゃないですか、運転がどうのっていうよりも、その運転以前の問題だから、もっとその精神のコントロール、そのなんでそのイライラするかとか、遅い人がいた時にね、例えば自分はこうやってビュー足してって、新しい生徒さんが来て、まあ、最初のうちはみんな、本当日本の場合18歳ですか、車の免許、最初のうちはみんなすごいこう、あ、真面目な人は、あそうなんだ、一生懸命やんなきゃ、危ない、気をつけてやろうって思ってるけど、でも大体そういう人、どんな人もなんか変わる、ちょっと慣れちゃうと、なんかちょ自分よりちょっと遅い人がいる、邪魔みたいな、ってなっちゃうみたいな、でそういうパターン多いじゃないですか。で、結局それでなんか無理に抜かして事故るとかね、特に男性陣に多いと思うんですけど、そういう風に感じちゃう人たち、まあ、女性もたまにいると思うけど、だから、やっぱそこね、その精神的になんでそうなるかとか、なんかちょろちょろ、その特に日本なんか市街地だから、市街地多いじゃないですか、その都会の街の中とか、そんなとこで、でも右に行って左に行って、ちょろちょろ抜かして、ちょっと1台、2台前に出ても、その大した、早くつかない、もう変わんないみたいな、はっきり言って何も。そういう部分あるじゃないですか。だから、その変わんないから、そういう無駄なことするのはやめようよとか、なんつうんですか、そういう
そういう行動はかっこ悪いんだよとか無駄なんだよとか危ないね、それが原因でクラッシュになるんだよっていうのもっと一生懸命教えた方がいいと思うんですよ。特に若い人はそうやって精神のコントロールがよくできないから分かんないみたいな。だからそのそういうの教えればいいけど、免許を教え、免許取るときにそういうのって多分ないじゃないですか、ほとんど。その実演はまあ机上の勉強、なんか本の上ではなんかどうのこうのどうのこうのっていうのは教えてると思うんだけど、そのじゃあ実際に走、一緒に走ってなんか遅い人が前に来たらどう感じますかとか、あるいは遅い人が来てなんか遅いって感じたらその時は心構え、まずはぐっとこらえるみたいなとか、ね、自分は例えば仕事に遅刻しそうだから急いで行かなきゃなんないけど、なんか前に遅い人がいてなんかうーってなったりね、するそういうシミュレーションロールプレイングみたいにやって、そういう時はこういうふうに考えなきゃなんないんですよとか、これが原因でね、人間はそういう時に急ごうとすると信号を見落としたりするんですよとか、もっとその現実に即したことをもっとちゃんと教えた方がいいと思うんですよね。そこに重点を置く。あと他の、これはまあ友達とは話さないで他のことと関連するんですけど、よくバイクでなんかやってたのが、なんかバイクってあのすり抜けできるじゃないですか、ちっちゃいから。でなんかすり抜けが後を絶たない、危険なすり抜けとかってやって、それはなんかニュースでやってたんですけど、なんか車の左側とかをシュルシュルシュルって抜けてって、なんかなんだ、左に曲が、日本って左が通行じゃないですか、だから赤信号で止まってる車の横をシュルシュルシュル、あ、まあ赤信号で止まろうとしてちょっと動いてる車の横をシュルシュルシュルって抜けてったら、日本の場合そのすぐ道のすぐ横にその会社とかお店とかあるか、そこに左折で入ろうとしてる車が後ろから来てるバイクに気づかずに曲がって、でバイクもまさか曲がってくるかって気づかないで、まあ簡単に言ってしまえばどっちもどっちですよ、どっちも見てないみたいな、どっちも気づいてないから同時に車の人も確認しないで曲がる、バイクもその車が曲がってくるのに気づくのが遅れてガッシャンコみたいなっていうのがそのニュースでやってて、なんかニュースの論調はなんかバイク、まずはそれは危険、違法です、危険ですっていうのが一つ目ね。でバイクの特権みたいな形でそうやってやってて危ないみたいなってやってて、でまあ警察がそういうのを横断歩道の上から見て取り締まりして、なんかそういうのやってる人発見したらなんか無線で指示して白バイが捕まえて、これは違法ですよ、取り締まりしてますみたいな、分かってない人取り締まりしてますね。でそれでそれニュースなんですけどね。でそこに後に最後になんかちょっと初老、ちょっと白髪のベテランライダーみたいな出して、インタビュアーがどう思われますかって言ったら、あれは危ないねみたいな、もうニュースのストーリーが決まってんすよ。そのおじさんはそういうのは良くないみたいな、派閥、僕は正しいライダーですみたいな、でそういうストーリーが出来上がってるのだけ流して、ほら危ない、取り締まりだってやってるニュース見た時もすっごい違和感感じるんですよ僕。いやそりゃそうなんだけど、そんなこと言ったってそれすり抜けする人いてね、いくら取り締まってもそういう人ってのはどんどん出てくるしなんつうの、いくら取り締まってもキリないっていうのは、それなんでかというと、僕が免許取った30年前から同じこと言ってるけど、何も変わってないじゃないですか。何も変わんないですよ、不可能。多分これから30年経っても根本的にドライバーエデュケーションと、なんかその社会として全体としてその車の運転に対する考え方を変えないと、多分僕が死んだ後も同じこと言ってると思いますよ。なんかすり抜けは危ない、取り締まりしてますみたいな、なんかさ頭使おうよみたいな、いい加減、もういい加減頭使ってなんか変えませんかみたいな、なんかもっと具体的に対策しましょうよ。で僕がそういう立場にいたら対策としては、もうすり抜けが危ない、違法だっていう、そういうもう決まりきった論調はやめる、すり抜けは OK すり抜けは OK にするっていう方に僕は一票入れます。でなんかそうやって言うと、なんかあんな違法で危ないこといいんですかって思われる方いると思うんだけど、それがそのもう固いというか、もう
考えで、その何の解決にもなんない、だって解決になってないじゃないですかっていう話いくら取り締まりしても出てくるし、まあ、人間の心理上そういうことしちゃうから、その安全に車の運転してる人にもそれ分かるようにして、バイクはそういうものだっていうか、車の運転のね、そのすり抜けが良くないって、すり抜けだけを悪い悪いって言ってるけど、でも車の運転手だって、その左折して会社とかお店に入るときはちゃんと左後ろ見て、チャリとかバイク来てないのを確認してから、じゃないと歩道をまたいじゃダメだっていう風に、それだって法律なのに、そのことは言ってなかったですね、ニュースではね。なんか全部バイクが悪いみたいな、というか後ろ見ないで曲がってる車の運転手さんも悪いんじゃないですか、半分は、みたいな、そういう話なんだけど、そのニュースの論調はバイクだけが悪いみたいな論調だったんですよ。だからそれも知らない人が見たらやっぱそう思うじゃないですか。なんか、ね、僕なんかバイクも車もトラックもいろいろ乗るから、その全員の立場が分かるんですよ、全員の立場がね。だけど車しか乗ったことない人だったら、ほらずるい、危ない、特権みたいな感じで危ない抜かし方してるとか、なんか悪くしか捉えられなくなっちゃう、そういう傾向ってあるじゃないですか。人って知識がないともう分かんないから、ニュースで言ったことそのまま受け入れて、ねえ、なんていうの、その発想、創意工夫がない発想に、言ったことをそのまま真に受けて、そうだそうだ、悪い悪い、何の変化もないみたいなね。だからそうじゃなくて、車の運転手さんにもバイクの特性ももうちょっと教えて、そのね、バイクのすり抜けなんかに関しても、特にそのある程度基準は必要だけど、そのどういう時、ね、車の運転手さんがそうやって見ないで曲がってくることあるから、お店に入る隙間があったら注意とか、いつでも止まれるようにゆっくり行くとか、もっと具体的なことを教えた方がいいと思うんですよ。それがないから、なんかね、なんかとりあえず早く行きたいからシャーって言って、そういうこう理解しないまま走ってぶつかっちゃうみたいな、っていうかついちゃいましたねもう話が盛り上がってきたとこなんですけどあ、どうだろう、この話結構深い話だから、あ、どうだろうな、どうだろうなみたいな深い話だから、注射します。お、なんか治ってる。この間来た時ね、なんかディーゼルパンプを直してたんですよ。だけどちゃんと全部動いてますね、今日はね。この間だからすごい混んでた、動いてるパンプが4つぐらいしかなくて、あとシャワーもね工事してて、シャワーも全然なかったんですよ。だからすごい待ち時間だった。今日も多分シャワー混んでると思う。だからシャワーの予約してからガソリンを買おうと考えてます。シャワー着きました。今日余裕あるな、時間30分余ってる。燃料を無駄にする走り方で来たんで、金の無駄的な走り方で来ちゃったんで、時間は余ってますただお金がかかってる、無駄に反省しております。お金が無駄にかかってるんで。ここがね、ビッグスプリングス、ネブラスカのトラックストップです。すっごい駐車場でかいんですよ、こんな感じ。あ、なんか家がある。あそこの横に止めるかな。どっちが止めるかな。いつも止めたいところには今日もトラック止まってんな。なんか雨降ったんですね。なんか水たまりになってる。べちゃって。トラックストップから一番離れたところ。一番平和。あっち側いるな、やっぱ車、トラックいる。こっちの安全なところに止めよう。ガソリン買いに行くのちょっと遠いけど、しょうがないでしょう、我慢しよう、安全優先。すげえ水たまりになってる。水たまりを避けて止めようとしてます。ちょっと平らなんですよ、ここ実は。これね、ここゴミ箱もあるし、いいんすよ、ここいいんすよみたいな
誰も近づいてこない、寄りつかないです、ここには。ここ、まあ、一番最後、一番不人気スポットです。それがポイントね。不人気スポットに止めるっていうおじさんテクニック。今日土曜だから奥の右側に止める人は現れないと思う。下手したら左側も空いてるかも。いい感じ、完璧。いいっすね、完璧。ああ右側は水玉に、もうちょっと右に寄せるかな。たまにギリギリまで試しに。よいしょ。水たまになんで埋まんないように注意、ぬかるみに注意って、そういう感じ多分。軽み注意して止めようとしております。このほか、あ、いい感じ。水たまりがすごい。長靴で買いに行こう。すいません。ということで、ちょっとあの話の続きはまた今度。それでは失礼します。さようなら。どうも。